お、始まりましたね。はい、こんにちは。作曲家の電球です。昨日の続きをやっていきたいと思います。いや、昨日どんな感じだったかな。始まりましたループバックしてるわ。あ、こんばんは。いやー、マーニクさん、なんか放送終わってツイッター見に行ったら、なんか普通に出版とかされててめっちゃすごい人だったっていう恐れ多いです、本当に。まだまだ弱調、いやー、すごいっすよ、普通に。あ、あと昨日のツイッチ配信、軽く拝見させていただきました。ちょっと、すぐちょっと用事あったんで、コメントもできずに、ちょっと退出しちゃったんですけど。あ、ツイキャスか。
なんかあんまりツイキャスって僕あんま見たことがなくて、ちょっと仕組みがいまいちよく分かってなかったんですけど。なんかあの YouTube のこのライブ配信のあのなんだ、ツイッター版なんですかね。ツイッターアカウントがあれば誰でも配信できるアプリ。へえ、あ、携帯からやられるってことなんですかね。酒飲みながら身のない話をしてます。いやー、そういう緩い感じめっちゃいいですね。めちゃめちゃいいですね。なんか僕もなんか個人的には最近の YouTube のゲーム実況みたいな感じよりかは、ニコニコ動画で本当にゲーム実況っていうジャンルが出始めたぐらいの酒飲みながらゆるーくゲームやってただひたすら喋ってるみたいな感じめちゃめちゃ好きなんで、いやそういうのすごくいいですよね。
あ、BGM して裏で執筆してます。ありがとうございます。なんかすいません。執筆は結構進んでるんですか？昨日は5000文字書きました。やばいな。いや、プロって全然やっぱ違いますね。すごいっすね、5000文字か。1日5000文字。いや、すごいっすね。なんかあれなんですか、小説とかって書くときって、大枠を先に決める感じなんですか？それで、なんか全体をやってから細部を書いていくみたいな感じなんですかね。どうしようか。よくないか。プロットとか大枠決めるのもありますけど、自分の場合はぼんやりと書きたい展開を考えて、書きながら思いついて入れて感じです。天才かな？いや、すごいっすね。やばいな。 いや、すごいっすね。だから作曲で言ったら、なんだ、スケッチを書かずにいきなり書いていくってことですもんね。やばいな。 天才の所業じゃないですか。いや、絶対できないな、そんなこと。聞きながらこっちの方が面白いやっていう。いや、天才だな。なんかちょっとご存知か分かんないですけど、僕大槻賢治の小説が結構好きで、
昔結構ハマって読んでたんですけど、なんか大月健二とかもなんかこう最初なんだろうな、設定だけ考えたらもうあとはあのキャラクターたちがあの勝手に動いていくみたいなことを言ってて、ちょっとわけわかんねえなと思ってたんですけど、いや多分その生肉さんもそういう書き方なんでしょうね。このキャラとかその世界観がこう自動的にというか、あの物語を作っていくみたいな作り方なんでしょうね。このやり方しか知らないですよ、高校時代。いやーでもそれでなんていうか一人者でしたっけ、もう大手出版会社から出版できるような小説を書けるって、もう才能っていうかすごいっすよ本当。いやすごいなマジで。最近は流行を考えて書きます。あーなるほど、やっぱありますよねそういうなんていうか、なんか自分が書きたいものとあの人が書きたいものを、人が書きたいっていうかその人が読んでくれるものが違うっていう感じですよね。あウェブ画面が止まった。復旧できない、もうしょうがない。
っくりした。食事ですか。行ってらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、僕もちょっとそろそろ飯食いたいな。大友さん、ありがとうございます。
そんなちょっと大したあれじゃないんですけども、シーケンサーで打ち込みハマってました。あ、そうなんですね。30年前っていうと、30年前のシンセサイザーっていうとどのあたりなんですかね。あの八百屋とかがあった時ですかね。ローランドの808とかですかね。どうしよっかな。ふた回し目がちょっと。SI77。 あー、コルグの M1。 僕あれですね、あの DS のやつでコルグのそのシミュレートしたゲームみたいなのがありまして、それやってましたね。あのつないでみたいな。ああ、そうですね、 TM ネットワークとかの全盛期ですよね。ああ、なるほど。アナログシンセは中古でしか手に入らなくて PCM 音源最高みたいな時代の過渡期でした。あー、なるほど。そうですよね、もうアナログシンセもうめちゃめちゃ高いですもんね。あのなんか坂本龍一とかがあのプロフェット1かな、プロフェットかなんかのあのシンセサイザーを
なんか使ってて、なんか当時のカタログとか見るともうほんと30万とか、うん、40万とか普通にしてて、もう絶対手に入らないなって感じですよね。むしろ、伸ばさない方がいいか。家庭用の安いアナログシンセもあるにあったんです。でも歴史に残るのはやはり仕事で使える上位機種。ああなるほど、ああなるほど、ああやっぱそういうなんかその廉価版みたいなのも一応あるにはあったんですね。へえ、ミスってるな。こっちか。シーファレーシー。いや、積みどうしようか。まあでもそう考えるとなんか今すごく確かに恵まれてるというか、まあ本当にパソコンと、パソコンあればDAW とかもなんか無料のやつありますし、なんか無料の音源でもそこそこいいやつはたくさんあるから、もう本当に気軽に始められるんですけど、なんかその作曲できるっていう特別な技術をすごくうーん、一般の人にも
解放されてきたことによってなんか作曲家の立場がちょっとあの危ぶまれてるみたいな、まあちょっとそういう群雄割拠な時代でもあるなとは思いますけども、あプロトゥーズ発表されてなくて、商業録音ソニー、ああのわかりますわかります、あの今でもなんかレコーディングスタジオとか行くとあるやつですよね、テープレコーダーの時代ですね、スタジオワークとかには参加してない頃ですか、ああなるほどなるほど、そうそう、なんかあのソニーのあのすごくでかいやつですよね、多分あのテープのあのすみません、もう説明が全くちょっとできなくてすみません、わかりますわかります、あーあれなんですね、その頃からされて今の関係はほぼ SF の世界、いや本当ですよね、もういや確かにここを本当10年20年ぐらいの DAW ないしは DTM の環境の変化すごいですよね、本当もう最近のなんかめちゃめちゃいいストリングスの音源とかもあのプロが打ち込みしたやつとか本当もう生演奏かどうかも分かんないぐらいですよね、あ PCM3348、 あーなんかその型番は分かります、あのもちろんちょっと使ったことはもちろんないんですけど、なんか見たことありますね、いやーなるほど、いや面白いですね、最終的には素敵なメロディーと的確なコード進行をかけるのが職業作曲の仕事なので大丈夫、ああそう言っていただけるとなんか作曲家的にはあれですけどね、まあでもなんか今の AI の進歩とかを見てるとなかなか今後は大変な職業、むしろなんかあの演奏家さんの方があの重宝される時代になるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、いまいちだな、どうしようか、
五連符か。僕の裏稼業のレコーディングのとかの収録も裏稼業のはずなのにすっかり年金入ってしまった。コロナで適当に配信とか始めた人は同じマルチカメラでも見れて恥ずかしくなっちゃう。あれ、大友さんはあれなんですね。レコーディングは裏稼業なんですね。まあちょっと僕もコロナで適当に配信を始めたものの一人なんで、なんとも言えないですけども。でも他の演奏家に聞くと意外、その未熟さが意外と違いがわからないみたい。ああ、なるほど。何やってんだ。まあ確かに、まあなんだろうな、その、あ、ウェブカメラが止まっている。まあなんかその、まあコロナだからといって、その、リモートだとか、その、ウェブ配信みたいなところを、なんか生演奏の介護感みたいな扱いで、配信をしてるのは良くないなとは思いますけどね。まあなんか結局演奏会とかもコロナでできないから、コロナでできないからといって、こうなんかどうしようどうしようって言ってるんじゃなくて、その今だからこそできない、今じゃないとできない音楽みたいなのがあるはずなんですよね。そのリモートもやっぱうまく取り入れてる人はすごくうまいですし、なんかそういうちょっと意識の違いみたいなのはあるかもしれないですね。恐ろしいね。演奏家が自分でやるときはまあご愛嬌なんだけど、ビジネスとして若い子が仕切っても、やはりみんな素人なので、見てて突っ込みの、ああ、それはわかりますね、本当に。いや、そうですね。ちょっと7時だ。やべ、30分だけやるって言ってつもりがもう45分に。
でも作曲は僕らにはにわかときちんとした作業の違いをきちんと理解できるので、いやありがとうございます。もうそう言っていただけるとすごく嬉しいです。なんかまあでもまあ僕もちょっとまあ正直作曲にわかなんで何とも言えないんですけど、やっぱちゃんと作曲できる人はすごいなとは思いますね本当に。うん、すいません、ちょっとあの中途半端なところなんですけども、ちょっとここで今日は終わりにしたいと思います。すいません、なんかいろいろちょっとあのいい話をたくさん聞かせていただいて本当にありがとうございます。ちょっといろいろちょっとあの面白いなと思いましたもしよかったらまたぜひちょっと遊びに来てコメントでもしていただけると嬉しいです。またぜひよろしくお願いします。すいません、ちょっと中途半端で急な終わり方なんですけども、すいません、ちょっとここで配信を切りたいと思います。ありがとうございました。